俺にとっての田舎、心に染み入る田舎、そんな田舎って何なんだろう。俺は田舎に生まれて田舎で育った。だから田舎が大好きだ。だけど親父が早くに亡くなり、借金だらけの我が家にあって、高校を卒業すると同時に生まれ育った田舎を離れなければならなかった。たまに思い出すんだ、荒野で暮らした日々を。時は過ぎ、たまに田舎に帰って小屋で暮らしたくなるのさ。なぜか小屋で炎を囲んでいるとホッとする。普段よりも時の流れがゆったりと感じられる。このこたつやがらは何年使い込んできただろうか。この薪は親父が取っておいたもの、あの津波をかぶったものだ。さて、キーマカレーでも作ってみるか。親父見てるか？俺はなんとかやってるよ。あの震災があってもへこたれなかったよ。あの時は我先にとガソリンスタンドに行列をなした人々を見て哀れに思ったね。盛岡住んでんのに放射能とか言ってドアに目張りまでしてる人を見てバカかと思ったね。でも今回は見えない敵との戦いとか言って岩手に来んなとか言ってる人が情けないよ。あの時は絆絆って声高に言ってたのにな。小屋を少しでも暮らしやすくリフォームする。こんな時は親父が取っておいた木材が役に立つ。どれだけ役に立つかわからないが、寒さ対策に段ボールを活用してみよう。
発泡スチロールは強力な断熱材だ。これで寝床兼くつろぎの空間完成だ。こたつの高さを合わせていこう。このストーブはニックキアイスと同じ名前だな。だがお前には罪がない。小屋で食べる焼肉は最高だ。そういえば親父もよく近所のおじちゃんたちと焼肉を楽しんでいたな。僕が小学校に入る前だったかな。お隣のじいちゃんが亡くなった。じいちゃんを忍ぶ会みたいなただの飲み会が始まったっけな。それに僕も参加したんだ。食いしん坊の僕は肉をたらふく食ったね。腹がパンパンに腫れた頃、どっかのおじちゃんが、これ
じいさんの肉だぞって言ったよ。もちろん冗談なんだけど、幼少の僕に通じるわけはないよね。食べたものを全部戻しそうになったよ。冗談も大概にしてくれよ。あの当時は冗談を言い合えるくらいみんな笑って暮らしていた気がする。それが今はどうだろうか。ストーブと同じ名前のあいつのおかげで社会は分断されたよ。スーパーに買い物行ってもレジの前に透明シートが掲げられているよ。みんなそんなこと意味ないよって思ってると思うんだがね。父さんはどう思いますか？僕思うんですが、人は追い詰められた時ほどその本性があらわになるってね。冷静に物事を見つめることができなくなるってね。